はいどうもこんにちは、ブーチャンネルでーす。今回はですね、初心者に知っておいてほしい、これだけはやっといた方がいいよっていうことお話ししていこうかなと思います。まあ、ちょっとねガチャガチャ前置きするのは性に合わないので簡潔に言います。初心者の方はストーリーをちょっと進めた後に必ず期間限定イベントを走ってください。報酬が美味しいんですよね、期間限定イベント。今だったらこのメイドのイベントが来てるんですけど、はい、ここですね、エンターを押してもらってステージをクリアするとポイントがもらえます。これがねショップに使えるポイントなんですけど、ここでね募集チケットが合計20枚回収できます。これやらないとマジで損するんで、リセマラをね、たくさんするのもいいんですけど、ある程度ティアの高いニケがね引けたらもう早く始めちゃって、イベントだったりとか、まあ放置報酬等々回収するのがベストですね。ついでにね、このショップの内容でどれ取ったらいいのっていう話なんですけど、ほとんど全部取ります。はい、なんですけど、一番ね下のクレジットと、コアダスト、そしてその左のリサイクルエネルギー、この3つは一番最後でいいです。まあ、一つずつね一応説明すると、リサイクルエネルギー最初は必要なんで全然取っても大丈夫です。はい、ただこのアイテムめちゃくちゃ余るアイテムなんで、ある程度ね溜まってきたら交換しなくて大丈夫です。めちゃくちゃ溜まるんでこれで、コアダストとクレジットに関してなんですけど、まあ、この辺はねポイントが余ったら、交換しちゃえばいいかなというところですね。この辺ポイント合わせのアイテムかなと。でね、戦闘の方にある石を使うアイテムは、まあ、これ何かっていうと、まあ、そのさっき言ったステージに入場するための、まあ、挑戦権みたいなアイテムで、まあ、これに関してはね石を割る人と割らない人で分かれるんですけど、自分はね割ったことないです。まあ、どっちがいいとか悪いとかじゃないんで、まあ、ゲームが分かってくるまでは割らなくていいかなって感じですね。石を使ってでもこの育成アイテムが欲しいよっていう人は使ってるし、まあ、別にそこまでじゃなくていいや、ガチャの方が大事だなって人は、まあ、特に俺みたいな感じの人は、使ってないかなと。まあそんな感じですかね。まあ、いろいろ話を伸ばしてしまったんですが、まあ、とりあえずイベントは回りましょうという話でした。よろしければね、チャンネル登録、高評価押してってもらえるとありがたいです。ではではまた次回の動画もしくは生放送でお会いしましょう。またね。